橋大学の英語、ワンブリッジ大学、どうでした？それと比べて一橋は超簡単っすね。わっ選択問題で間違えてたら一橋は絡んでよ、ダメなやつみたいな、衛生科学者みたいな感じで、20世紀を代表するインチキおじさんみたいに、問題ね、僕もめちゃくちゃ重要ですね。アベンジャーズ見てたら誰でも解けるもんね。放題始まりました、モテチャンネル。さあ、今回は、ベーシス首席講師。首席講師。ということで、ヤンチームにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい。今回はですね、はい、なんと、一橋大学の英語。ワンブリッジ大学。はい、ワンブリッジ。ワンブリッジ大学。そんなルー大島みたいなキャラだったので。ちょっと英語使っていかないとなと思って。そうですね。じゃあ今回 の、 ワンブリッジユニバーシティを、ね、ちょっと分析してもらおうかなと思うんですけど、ケンブリッジみたいな感じですね。ワンブリッジみたいな研究していこうかなと思うんですけど、まあ今までね、このチャンネルでは東大の問題解いたり、はい、早稲田の理工とかされたりとかですね、はい、あの地獄の問題をやったりとか、はい、嫌がらせ受けてるのかと思ってましたけど、どうでした？それと比べて一橋は超簡単っすね。わまあ抽象的なんですけど、うん、結構ただ、うん、普段英語やってる人にとってはそうですね、あんまり学術論文っぽくはなかったですけど、はい、その論評としては普通に読みやすい感じでしたよね。でまた中も多いっていうですね、まあ本当に5分の1ぐらい中ですもんね。もう昔は大問2題長文出てたんですけど、今回1問だったんで、うん、まあ、むしろヤンチムにとっては、まあ、解きやすい、うんうんうん、どうでした？問題解いてみて、和訳とか、和訳で多分多少の、まあ、減点取られる人はいるんですけど、はい、選択問題で間違えてたら一つ橋は絡んぜよと。そうですね、今回だいぶ選択はちょっと優しかったなっていう印象でしたね、うんうんうん、しっかり選んでないとこ消していけばちゃんと取れるのしかなかったように思います。はい、はい、So、It's easy to picture Freud。 あ、そうですね、これフロイト、うんうん、フロイト知ってないと。そうなんですよ、受験でもだってフロイトなんて現代文でも出てくるし英語でも出てくるし、知らない人いるのっていう。そう、知っててください、フロイト、フロイトちゃんと。こんなに後世に日本とかいう国の受験問題に自分の名前がこんなたくさん出てくるとは絶対思ってないですね。思ってなかったですね。で当時はもうめちゃめちゃチヤホヤされて、 すごい英雄のような扱いを受けてたのに、受験問題で見ると、だいたいダメなやつみたいな、衛生科学者みたいな感じで、20世紀を代表するインチキおじさんみたいに書かれてますよね。かわいそう。もう本当に思うっていうのはありますけど、うん、まあごめん。It's easy to picture Freud worrying about his friend's surgery, spending hours sunk in his armchair, sighing, if only I could see her once more.、うん、ああ、if only ですね。if only 仮定法。if only I wish you was 知っとかなきゃいけないやつですかね。こうやってこうアームチェアにこうイメージできるかとか、まあ、ピクチャーの語文型とかも分かってほしいかなっていう感じだったと思いますね。続いて2番目の、あ、これね、指示語、これどうでした？まあだから同じ段落内から持ってくるだけなので、はい、選択肢も限られてますし、まあ具体的に何かっていうところで、はい、これも1択しかないですよね。 The house telephone、はい、1択ですね。で3番目が She wants a thing that she very well could haveIf only something were not keeping it out of her hands、うんうんうん、これを僕模範解答も見たんですけど、はいはい、模範解答の日本語が若干不自然に感じたんですよね。ああ、どんなになってました？彼女は何かが、あるいは何者かがそれを彼女の手から遠ざけてるのでも置かない限り自分が手にする可能性が十分にあるものを欲しがっているのだって。ああ、確かに。なんか そんな日本語喋るやついないだろうと思って、綺麗にしたいなと思って、うんうん、じゃあヤンチムが綺麗にした日本語を貼っときますから自分でこれはちゃんとアベンジャーズのエンドゲーム、はいはい、最後のやつでもう最後の敵キャラがイネビタブルっていう、はい、いう風に言ってるセリフちゃんとアベンジャーズ見てたら誰でも解けるもんね。イネビタブルってね、これ受験品質の単語ですので、 Unavoidable と Inevitable ですね。どちらもよく出題されるし、そもそも Inevitable を Unavoidable に言い換える問題とかも出るので、あ、はい、で下線部5はどのようなことを述べてるか、 It の指す内容を明らかにして、どうでしたこれ40字以内で。 It may be become an option rather than a giver of orders、はい、死というものが不可避でなくなって選択できるものになるかもしれないっていうことを、うん、ファンタジーな話ではあるんですけど、はいはい、ちゃんと文脈から読み取ることですよね、うんうん。で6の指す内容、80字以内で、In one sense, it will be the greatest injustice experienced in all human history。 これちゃんと文章読み込んでちょっと感情移入してみたら誰でも分かる話ですよね。中学校ぐらいの時にやっと携帯が流行り始めて、はいはい、昭和のもっと前の世代の人って別に携帯学生時代に持ってなかったですね、っていう想像力をちゃんと働かせて、うん、こう文章読み込めば一番不公平なところだっていうところを書き出して、うん、ちゃんと問題解けるんじゃないかなと思いました。昔がね、こう夢のようなものだったのが当たり前になるっていうのは結構受験の入試問題出てくることあるので、うん、あなたたちじゃ
はスマホのない世界イメージできないかもしれない、携帯のない世界イメージできないかもしれないけど、もしかしたら受験のない世界になってしまう、受験のないないその世界ありえますね、全然ね、はい、で次はまあ全知識入れていく問題でしたけど、はい、これは結構楽なんじゃないかなと思いましたね、うん、はい、もうね、まあ、当然知識として知っててほしいところではありますけども、それぞれのどういう感じでこう英語の、まあ、コロケーションっていうんですけど、はい、何が使われるかっていうのを普段から慣れてたら割と感覚でも解けちゃう部分、うん、はいはいはい、これはできてほしいなっていう印象ですね。で次副詞入れていくのも、これもだいぶ楽だったかな、これもだいぶ楽ですね、ここも間違えてほしくはないとこですよね、うん、こういう文法語法系が簡単だったなっていう印象ですね、しかもその7番もそうですけど8番もあの選択肢1回のみ使用できるちゃんと書いてくれてるので、はいはい、やっぱり意地悪な問題何回使用してもいいみたいな、でちゃんと消去法が使えて間違えないようにちゃんと1個1個当てはめていって、最悪1個分かんなくても大丈夫なようにはできてるので、まあ、ここも全部取れていけるかなと思います、うん、で次がイ・ロハニがあって、そうですね、 FGH に入るのはどれでしょうってやつですね、うん、まず1個目の選択肢文法で most だって出てくるので、そうですね、 intense anger とはまあ someone never なのか anyone ever なのかは文章を読んでちゃんと意味理解してれば、はい、最後はファンタジーが desire へ変わると人の気持ちはどのように変化するか、実は僕はそうなんですよ、ここ先読んどけばテーマがもうここに書いてあると、うん、そうですね、うん、これを読んでおけばもう分かる、最初にこんなんだったらいいなってものが欲しいよそれみたいなのはね、僕もだいぶ久しぶりに国立のこの英語の問題なんて解いたので、はい、やっぱ忘れてたんですけど、設問を先に読んで特に後半になればなるほど結論を先に書いてくれてる場合があったりするので、はいはい、問題目とすのめちゃくちゃ重要です ね、 ですね、周りがやっぱり iPhone 持ってるから自分も iPhone 欲しいとかそういう風になってきますからね、人間って。で YouTube 見てると学歴高い人がいっぱいいる、うん、英語ができる人がいっぱいいる羨ましいなってなるわけですよ、欲しいよ欲しいよってなるわけですよね。続いて英作文、自英作、はい、この変な謎のことわざねよくこれ誰が考えてるんでしょうねHere's one of the proverbs below って言われてもねえし、そんなのっていう感じですね、架空ですよね、これ架空ですよ、ないでしょうね、僕これ度胸あってからこう本当にあんのかなって調べて一個も出てこなくてA pig and a farmer should not try to be friends ですね、このピッグとファーマーは友達になるべきじゃねえ、食う側食われる側、なるほど、アメリカ大統領ジョージ W ブッシュが在任中に人間と魚は友達になれるっていう名言を残してるんですけど、それを思い出させましたねなるほど、全く意味が分からなかったですけど Late reply is worse than no reply at all ですね、うん、全く返事しないよりは遅くても返事した方がいい、まあ、いや逆じゃないですか、 A late reply is worse than no reply、僕でも今森哲先生が言った派なんですよ、はいはい、遅くてもいいから返事欲しいって、そうですね、これあんまり共感できなくて、返事しない方がいいって、いや返事しなかったら気になるやんって、そうそうそう、これは返事しない、理解度 100% ですけど共感度 0% です The right word is more effective than the wrong book、 間違った本よりも正しい言葉の方が効果的である、間違った本っていうのが難しいです、間違った本ってなんだよっていう、うん、そうそうそう書けんのかっていうのね、この辺はやっぱきついかなと思いますね、まあ多分2が一番書きやすいは書きやすいと思いますね、うんうんうん、リスニング、まあ、今までみたいにがっつりのディクテーションみたいなのじゃなくて、うんうん、パッとちょこちょこっと埋めるものだったんで、うん、まあその分楽かな、なんかこれあれですよね、僕あの聞いたところによるとなんか放送の回数減ったみたいな、そうですね、3回から2回に変わったっていう風に言って、結構受けた人は驚いてたっていう感じだったんで、うん、あのメモ取りとかは練習しておいた方がいいかもしれないですね、こういう風にポイントポイントでっていうんで、ぜひ一つ橋ですね、目指して、はい、という感じで今回はヤンチムにですね分析してもらいました、ここ解いてほしいよ、ヤンチムにこれやらしてよっていうのがあったらですね、はい、ぜひぜひコメント欄にお聞かせください、はい、あんま難しすぎるの嫌なんで相当ほどでお願いします、はい、そしてこんな感じでベーシスありますんで、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします、 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください、また個別メッセージをいただけますと僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます、ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。